皆さんこんにちは、プロコーチの望月宏です。今日はですね、パッティングのグリップの持ち方ですね、こちらについてお話ししていきたいと思います。まずパターのですね、グリップで、基本的なスタンダードのグリップの持ち方を説明したいと思うんですが、パターの場合は、逆オーバーラッピンググリップというのがまずスタンダードになります。でこれは、どういうことかというと、通常は右利きの方は右手の小指を左手の人差し指に引っ掛けるんですが、パターの場合は左手の人差し指を右手の小指に乗せるというグリップが、主流となっているわけなんですね。でこれはなぜかっていうことになるわけですが、もともとこのクラブのですね、フェースとヘッドを感じるのはこの右手です。ショットでも説明しましたが、右手の中指と薬指の付け根で感じますので、右手がやはり一番持ちやすいということになるわけですね。そのためには右手はちゃんと全部の指で持ちまして、左手の人差し指を乗せると、それによって左手の方は小指から3本の指でしっかり持てるということになります。で、この逆オーバーラッピンググリップで持つのが基本的に重要となります。これで右手でフェース面とヘッドを感じながらボールを打っていくということになります。まあ、他にもいろんな応用的なグリップはあるんですが、まずはその逆オーバーラッピンググリップから、やってみてですね、それからいろいろ、クローグリップとかいろいろクロスハンドとかいろいろありますが、その辺はまたですね、試してみて、やりやすい入りやすいグリップで、全く問題ないんですが、まずはスタンダードの逆オーバーラッピンググリップですね、こちらのグリップからやっていただくといいと思います。で次に、大事なのがグリップの握る強さになります。握る強さを、スイング中にですね、一定に保つということが重要になります。それは数字で言うと、10から1の強さがあるとしましたら、10が一番強く持っているとしますね。そうすると腕とクラブが振りにくくなりますので、スピードが落ちます。逆に1ぐらいの弱い握りのままずっと1で振るとクラブが振りやすくなりますので、スピードが出せるということで、この辺で、グリーンが速いか遅いかを、打ち分けるためのポイントにもつながってきます。ただ大事なのは1で持ったままずっと1で振るということですね。途中で2に変えたりとかしないということになります。ですのでグリップの強さを一定に保てているかどうかの素振りを連続で振ります。今は10で持ってます。そうすると変にこうヘッドがですね、暴れなくなりますので、方向性とあたりが安定してきます。先ほどの、まずポイントとしては逆オーバーラッピンググリップで持ちながら、そしてグリップの強さを最初から最後まで変えないように意識するためのこの連続素振りですね、打つ前にこの連続素振りをしてグリップの強さを確認して、忘れないうちにボールを打っていくと、そういった流れでやっていきますと、変にこうパチンとですね、パンチが入ったり途中で止まってしまったりですね、そういう動作が入ると距離感や方向が乱れますので、同じ強さで持っていればストロークはかなり安定してきますので、ぜひ試してみてください。では今日はパターのグリップについてのお話でした。今日もご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録もよろしくお願いします。